Physics of Electric Bass Guitars Part 17 How Changing Fingerboard Woods Effects Guitar Tone Rosewood vs. Ebony エレキベースの物理 Part 17芝材のみを変えるとギターの音にどのように影響するのかローズウッドとエボニーの比較今回はエボニー対ローズウッド ソリッドボディエレクトリックギターのフィンガーボードが音に与える影響に関する実験調査という論文を紹介します。ジャンルロンダ・ランベール研究所のアルトゥール・パテ博士の研究です。この研究ではフレットボードの材質が音にどのような影響を及ぼすのか調べています。使用した楽器はギブソン、レスポール・ジュニア、DC ですが、イテムの協力により、 フレットボードのみを変えた二つのギターを制作しています。フレットボードはローズウッドとエボニーです。このギターはセットネックになっています。ブリッジ、ナット、ピックアップも同じです。ちなみに、イテムというのは欧州楽器技術センターの略称で、フランスにある楽器製作技術に関する研究センターです。 この図は実験方法を示したものです。弦が振動しないようにミュートし、木製ブロックで弦を固定し、測定ポイント付近の指板にスペースを設けています。測定ポイントには加速度計を設置し、インパクトポイントを音響測定用ハンマーで叩きます。2つの材料の特性を比較します。密度はエボニーが 1180kg パーメートル。 ローズは751で、エボニーの方が高密度です。弾性率、つまり、引っ張りに対する効力の指標は、エボニーが 30GPa、ローズが 23GPa で、エボニーの方が硬い木材です。第2弦の下の第6フレット部に振動を加えて、フレットボードの中の音の伝わりやすさを調べた結果が、この図になります。 この図の横軸は周波数、縦軸は音の伝わりやすさと考えてください。なお、このフレットを押さえて弦を弾いた場合の音は F4 で、周波数は 349Hz です。図中に書かれた縦線がこの周波数に相当します。グラフの実線がエボニー、波線がローズです。ローズでは、 F4 の周波数とほぼ同じ周波数で音が伝わりやすくなっています。一方、エボニーのピークは 349Hz から少し外れています。また、800から 900Hz 付近に違いが見られます。この図は同じフレットにおける F4 の音が減衰する様子を表します。この結果から、 現ン自体の減衰の速さを1とした場合、エボニー指板は約1.2倍、ローズ指板では6倍となります。この結果から、このフレット部ではローズウッド中を伝わる音の減衰がエボニーよりも5倍大きいことになります。この図は、エボニー指板のギターを使って、2弦の下の1フレットから22フレットに200、 から 1000Hz の振動を加えた際の音の伝わりやすさを表したものです。横軸が加えた振動の周波数、左側の縦軸はフレット番号で、そのフレットにおける周波数に対応した点が白いバツ印で表示されています。右側の縦軸は音の伝わりやすさで、濃い青が最も小さく、赤い色が最も大きくなります。白いバツ印と、 音の伝わりやすさが大きい領域、つまり、色が黄色から赤のところが交わるかどうかを調べます。そうすると、400Hz 付近の黄色い領域が、7、および、8フレットのバツ印と重なることがわかります。ここはデッドポイント、デッドノートになります。右側の図は、ローズウッドの場合になります。350Hz 付近にある赤い領域が、 6フレットのバツ印と重なっていて、ここがデッドポイントになります。これらの結果から指板の材料が変わると、音の伝わりやすさが変わるため、デッドポイントの位置も動くことがわかります。エボニーでは7、8フレット、ローズウッドでは6フレットです。次に別のフレット、4弦の下の1フレットを見ます。 このフレットに対応する音は D、シャープ3で、周波数は 155Hz です。この図は、横軸が周波数、縦軸が音の伝わりやすさを表します。波線がローズウッド、実線がエボニーです。ローズウッドはピークが大きく、ちょうど 155Hz に重なっています。ここもデッドポイントとなります。 一方、エボニーは 155Hz からピークがずれているため、デッドポイントとはなりません。この図は、2弦の下のフレットボードについて、音の伝わりやすさを調べた結果をまとめたものです。横軸は2弦のフレット番号です。縦軸は、音の伝わりやすさですが、ここでは 200Hz から 2000Hz の平均値をとっています。 派線はローズウッド、実線はエボニーです。ローズウッドはエボニーに比べて、すべてのフレットで音が伝わりやすいことがわかります。次の図は、縦軸に音の減衰のしにくさをとったものです。18、19、20フレットを除いた、すべてのフレットでエボニーの方が、音の減衰が小さく、 サステインが長いことがわかります。15フレット以上のハイポジションで両者の差が小さくなっていますが、これはネックジョイントに近づくとネックの振動がボディによって抑制され、両者の違いが出にくくなったためと考えられます。この結果は2弦についてのものですが、他の5つの弦の下部のフレット部分についても同様の結果が得られています。今回の結果は、 気温についてのものですが、倍音成分についても同様の傾向が見られると推定されます。指板材料によって、各周波数に対する音の伝わり方が変わることが分かったわけです。これは、指板材料によって、倍音を含む、どの周波数成分が、どの程度木材の振動によって消費されるかが異なること、つまり、音色が異なることを意味しています。 まとめです。ローズウッドとエボニーでは音の伝わり方が異なり、その周波数依存性も異なること。その結果、両者ではデッドポイントの位置が異なること。ローズウッドはエボニーに比べ音が伝わりやすく、音の減衰が早いことが分かりました。この結果から、指板材を変えただけで、サステイン、デッドポイントの位置が変わることが分かりました。 また、演奏しなくても、フレット材料の音響特性のみから、2つのギターは音色、つまり、気温と倍音成分の構成が異なることも推定できました。ご視聴ありがとうございます。応援していただける方は、グッドボタンをよろしくお願いいたします。このような動画に興味のある方は、チャンネル登録していただいて、次の動画をお待ちください。